いや、興奮冷めやらぬうちに FIFA ですわ。さあ、足で足で。誰か FIFA やってくれる人いないのかな。あのサーバーで募集している二次会で FIFA やる人いませんかって聞いてみる。いやでもフルプライス高いよ、6000円。やっぱりこんだけ銃撃っててもやっぱりボールのこと頭から離れねえんだよな。何度立ち上げてはどうしたか。やばい、なんか久しぶりすぎて感覚わからん。いや俺もむずい。なんかこんなに難しかったっけ。なかなかね。なんかおお、コンピューターがうまい。ほらナイス、立てる出る出る、ナイス。メカちゃん、いやちょっと指黙って、ちょっとそれはダメだって。今のは足跡取ってきた。おい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 、足足足。じゃあ M ありな、なんかちょっとあ、シャイクルに行ってくるわ。おい大丈夫か、そう引きずってるんじゃない。ちょっとやばいやばい、よいしょ。時間ないのに、あーもうキーパートロトロしてるから。キーパーなんでそんなに持ってんだよ、頼むて。いやでもまあ1個決めれるの俺完全に外したから。俺の、いやあれはね決めてほしかったわ。あれいい飛び込みだったのにな。おっおバイモトのおじけやっちゃうよ。バイモト嬉しい、来てくれるって信じてた。俺信じてたよ。絶対嘘だ。信じてたよ俺。もう来るならバイモトって思ってた。ありがとうな。お前ら絶対あれだろ、興奮して寝れなくなっただけだろ。そう、大会の熱が収まらん。二人でも多分朝までやってる。そう、今日はおもろかった。もう織田信長が最後ハゲ散らかしてたんで。ハゲ取るなあいつ。そう、レブナントハゲだったんよなあいつ最後。レブハゲだった、レブハゲ、赤いハゲ。後で聞いてマジで笑ったもん。いやマジ最後完璧に荒らしに取ったやつ。いやそうそう、ただ俺とかつくばらけ、挨拶に行って帰るだけの無害なレブナントたちやった。フェンス壊して帰るだけ。マジで俺たち弱い。あーそうし、どんな跳ね方、れたこれを俺がスライディング。おいよしし、あ、見ろ。おい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 、俺ボールに行ったって、ボールに行ったって。ノーカードノーカード、おいおいおい、ボールボール、やめてほしい。やめてほしいわ、ちょっと被害者面。ナイスプレス。あ、ごめん、しゃないしゃない。うわ、うわ、人のことに行った、ボールに行った。今削ってたぞ、完全にファールトミリトン。え、じゃあ行っちゃうかなそれ。おいよ、ナイスナイスナイス、あーいやー、ナイス、作っちゃダメダメ、神がかってる。おいナイス、うまい。いや練習の成果出たのはストライカーっすわ。いや思い出してきたマジで。これしれっとイエロー出てない。うん、出てない。俺出てなかったけど、そっち出てる。俺しれっと出るわ。いや、いいプレス、いいプレス、いいプレス。2枚で。大丈夫。いいよ。俺さえ評価点が高ければいい。そう、もう経験したことしか考えてない。プリーズ、ギブミー、スーパー。はい、もうこれ決めなかったらもうダメよ。メガちゃん。あのね、ちょっとね、あのね、テンパっちゃった。あの、やめて、そのプレッシャーだけど、ほんとに。俺、もう言いたくなかったわ。キリキリする。今もうね、一個持ち出した瞬間に、あ、開かそう。もうね、見えたよ。いや、俺はね、正直もう決めるべきせんかって、あのボールもらった瞬間に。また飛び出されてダメなんだろうな。今完全に許せるわ、マジで。死んだわ。うまいんだよな。今の配信者なんでね、見せ場をね、やっぱ逃さない。まあ、決めても負けてたし。今の決めるのと外すのどっちがおもろいかって言ったら間違いなく外すと思う。おもろいもんさ。大正解よ。大正解。いやーもうくそー。ほいほいほい。おいおいおい、本当の本能しか教えてるよってか。メガちゃん、殺されてるかな。ナイス。おいおいおい。えぐいて。これがライトウィング。誰よりも今、おめでとう。これが俺の能力。あれ、うわー、やべえ、あぶれあぶれあぶれ、ここまで俺のテクってわけ。いや、うまっ、今キーパーを使った、一人ワンツー。そう、キーパーを使った、ご苦労、ナイスパス。あーね、あ、津波懐かしいな。あ、入っちゃった。まあまあまあ、いいんじゃん。待って、
俺センターフォワード取られたんですけど。待って、オサムいる。ラストオサム。オサム。オサム、いつもありがとうな。いつもありがとうな。視聴者、あ、リスナーさん一万認知してる俺がこの、なんかね、や、うん、野良でやってたらよー一緒にマッチングするんよ。でもなんかそれで組むのなんか運命感じちゃうな。ラストオサム頑張ろうな。オサムオサムラストオサムライだったはずだけど、おなじみなんだ。そう、もうね頑張ろうぜ、勝って思い出にしような。もうレギュラーまである。頑張ろうぜ。12人目の、いや、ちょっと待って、フィファブってこと。ちょっとセンターフォワードの性能だから足さばきやばいこれ。おさむ上がるね。おさむ俺に任せるね、一番後ろ。あ、え、せーの、おさむ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 、嘘だろ。楽しかったよ、ありがとうな、おさむ。お前たちと繋いだボールのこと忘れないぜ。なんて言うんだけどよ。あ、おさむじゃね、おさむ敵じゃね、おさむ。おさむ、おさむ、お前それ悲しいよ。そこまでいるのか、おさむ。そこにいるのか。おさむパス要求しろよ。おさむ、おさむパスするぞ。ガチ CD マーク。おさむ、おさむ来いよ。やってみろ。フィファ部の最後の取り手が勝負だ。おお、最後の取り手だとディフェンスいないんよ。やばい、おさむに回った。やばい、打ってきた。うまいって。おさむ、おさむ、うまいって。おさむ、おさむ、見せてきよった。エグいって、こいつやりよったぞ。おさむ、今入ったんだけど。お前それは強えよ。嘘だろ。おさむ今の距離はやべえよ。やばいよ今の。今のはうめえよ。今年のハイライトに入るやつ。あ、くそ、おさめやめろ、あんまボール持つね、お前それ。お前どうする。おさむ友達だろ俺たち。そうだな、いい体格してんだよな俺たち。一緒に戦った仲じゃん。そうだね、おさめでもね、いいやつなんだよね。お歳暮とかしっかり送ってくれるもん。あー、結構マメなんすね。マメなのよね。いや俺もこの前奢ってもらったんすよね、飯。おさむいいやつなんだよ。おさむいいやつなんだよ。またいい店知ってんだよおさむ。いや、そう、うまいんだよな。うまいのよおさむな、おさむ。めちゃくちゃ慣れてる。しっかり語れてくさ。くっそ、え、強えな。それ強えな、お前やっぱおさむのせいやな。おさむやったな。1本目のシュートバケモン、まあれはやばい。あそこで蹴る判断バケモン、容赦ねえよな、おさむって感じ悪い。もう小学生や。あっちで遊ぼうぜ俺たち。もう一回おさむたなんじゃない。それでおさむ来たらちょっとリベンジできるね、うん、チームメイト募集を有効にしとけば、うん、おさむが味方になってくれるんじゃないか。可能性は全然ある。サッカーファンの皆さんのお待たせ。あ、おさむじゃない、誰ピーナッツくんみたいなやつ。ピーナッツくん、ピーナッツくん、俺ピーナッツくんか。ピーナッツくんだな。これで本物だったらどうしよっかな。気まずいなんてレベルじゃない。だったらもう来いよって感じだけどな、もうな。あ、ごめん、あのね、フライデー、フライデーって待って、なんか見たことあるんだよな、フライデー。フライデーってピーナッツくんじゃねえ。あれマジ、え、マジマジ本物じゃねえ。待って、え、マジ、ピーナッツくんっぽい。手と足同じ色や。おい、遅いな。え、殺せ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 、殺はいよ。おい、ぶかったい。おい、来いよ。おい、来いって、ミラって。狭すぎるって、コミュニティ。今ちょっと止まっとるやん。ちょっと待ってね。あれ今多分今放送やってんじゃねっつって今見てるじゃん多分な。多分スマホかなんかでチェックしてる。じゃあみんな近くに寄ろうぜ。いいなつくんな。いいですか。いいな。寄るか。おい、見てっか。見てっか。おい。おい、見てっか。似てるなと思ったんだよ。いや、似てるなと思った。そうね。名前フライデー見たことあるなって思ったんだよな。俺でもフライデーっていつも見てるよ。あ、いつも見てるよな。で持ったらおしゃれなっつって書いてる。抜けた瞬間に俺たち削るしかないもん。うん、そりゃもそうよ。そりゃそうよ。うん。来たわ。おい、よし、一緒にやろうぜ、豆。何やってんだよ。
なんだよ部活サボって何してるの。何してんだよお前。部活やってるよ。いえなんだよちょっと夜練夜練あんま夜声出せないからあんま家庭の事情出たなんだ今の気づいてた。気づいてたよ急に真面目になったな俺ら。やっぱなんか引き締まるよな。キャプテン見てるからやっぱ、ね、そうやな今後の評価に響くし。なんか陰口どこで言われるか分からんからそうやな、うん、そういうとこあるからさうちのキャプテン。そうやなちょっとねねちっこいんすよねキャプテン。ねちっこいんだわ、うん、ねちっこいもうねベトベトすんねあいつ取ったら細かいことグチ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 あそこプレスした方がいいよとか、うん、いや取れんかそれー。いきまめ蹴っていいぞキャプテン。素晴らしい。コントロールした、ね。攻め続けられたな。キャプテンどうでした今のは。全部聞こえてたよ。あええ。いい試合でしたね。いい試合でしたね。いやなんかあの真面目にやるのはいいけど。はい。真面目にやんないとあいつねちっこいからなとかいろいろ聞こえてたよ。そんなん言ったって。言ってる言ってる言ってる。言ってる言ってる。言うわけないじゃないですか。何なんすか。いや全部聞こえてたけどな。いや違う違う違う。つかさのこと。あそうやねあいつマジねちっこいね。キャプテンキャプテンキャプテンって言ってたけど。ええキャプテンをずっと呼んだだけですか。記憶にない。そう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 。あの主力ではない別に。ピラツ君やっぱりほら帰ってきた方がいいよキャラ。八十になってる。あ八十だから一回入り直さないと。一回戻って入って。本当だねちょっと。うふ、危な危な怖っ。バレとかやったね。ずっと聞いてるからな。そういうところがねちっこい。ねちっこいねんな。ああいうところでしっかりシュート決めてくれるのはさすがのキャプテンって感じやけど。いやーやっぱりね、俺にはなかなかできない。さすがキャプテンっす。ね、うん。まあこんな本人で言えないですけどね、そんなんね。言えないわ。さすがに、恥ずかしいわ、なんか。ガチめにやりやすいの気になるわ。でもなんか実際ボールのキープ率圧倒的に上がってるな。なんでか知らんけど。ねちっこいね。いてくれないと困るわ。そう。ねちっこいんだけどね。ねちっこいんだけどね。そこだけかな。しんどいの。全部聞こえてるよ。ちょ、褒めてるとこ聞かれた。うわぁ。楽しい。いや、こんなもん、褒めすぎた。ねちっこいけどね、とかのところいらないな、最後。ん？危ねぇ。全然そういうのは言ってない。言ってない。いやなんかちょっと俺ら褒めてたけど、キャプテンのこと。え、なんかそういう捉えられ方すると俺たちもなんか、なんかまっすぐやれないっていうね。ちょっと感じ悪いっすよね、なんか。感じ悪い。俺らは褒めてんのにね、なんか。ね。うん。よかったと。いいな、思ったこと。彼を思っちゃってる。素直に言ってるだけやねんけどな。生きづらいわ、世の中。はい、プレスかけや、ハゲ。聞こえてる。当たりは、当たりつけ。ハゲ。ハゲ言ってるな。